利用の条件を知りたいですよ。利用、使い方、まあ利用条件を知りたいということなんですけど、まあ、積立 NISA ですね、まあ、NISA の積立版というところなんですけども、まあ、いずれにしてもですね、利用の条件というのはまあ細かく検索すればもちろん詳しい、情報でも出てくるんですけども、まあ、積立 NISA の重要な部分というのはですね、やっぱりそのベースにベースとして使うその投資ですね、まあ、具体的にはインデックス投資なんですけどもがきちんとその選ばれたものかというところですね。まあ、楽天証券とか、SBI 証券のようなネット証券で手数料もかからない、そして長期投資長期積み立てなので、売り買いをしないので税金とかですね、基本的に手数料が関係ない、要は10年とか20年持つというのが大前提で、資料とかやるのであればこれは必要かなと思います。なの で投資する対象としてはアメリカ米国株インデックス、SP500 インデックス投資か、全世界株式のインデックスですね、まあ、これがもう二択かなというふうに思ってお伝えしています。